とうございます。ありがとうございます。ちょっと確定するまでドキドキ見ていたんじゃないでしょうか。まあ、そうですね。じゃあ、準決勝レースの方に行ったんですが、ちょっと予想外な感じでしたかね。まあ、いや、予想外というか、まあ、僕のちょっとレースの運び方が甘かったかなと思います。ちょっとなかなかデッキレーズだったというところでした。そうですね、まあ、少し抑えに行き方が甘かったので、森田もスイッチが入って突っ張られましたけど、まあ、その後成田さんが声かけてくれたので、後ろまで下がらず、まあ、中段にペースをできるような形になりました。他のラインの時はどんな風に見ていたのかな。まあ、やっぱり森田を切ってから他のラインは気にしようと思ってたんですけど、まあ、それができてなかったので、あまり周りは見えてなかったです。まあ、でも今回、最弱点に対して立ち上がって、乗りました。今の状況でいかがでしたか？まあ、内容は良くなかったですけど、3着まで来れてないので、まあ、悪くはないなと。まあ、時期もあるんですけど、とにかく軽いですね。何か対応したいことがあったら教えてください。まあ、ちょっと頭の中考えを切り出せて、本能で走るような形にしたいと思います。決勝戦は明日1歳になりますが、どのように戦っていきたいですか。自力で頑張ります。はい、じゃあ改めて決勝戦の意気込み聞かせてください。一発優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。じゃあまず決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。決勝の方振り返っていただきたいのですが、ちょっと想定外だったかなと。そうですね、まあ、道中は深谷さんに任せたんですけど、まあ、なかなかホームで詰まったりで、ちょっと深谷さんも僕もなかなか決めきれずコースがなくなってバックの形になってしまったので、そこの判断が自分の相手も難しかったです。残り1周で深谷選手がちょっと離れてしまってという感じになりましたが、そのあたりどういう判断だったんですか。そうですね、ホームで深谷さんがちょっとバック踏みながら引くような仕草があったので、もうそこから仕掛けてもちょっと連日のレース見る限り、まあ、3人で決めるっていうのはちょっと厳しいかなっていう、まあ、自分の判断で、まあ、後ろ負けるのついてましたし、一人でも勝ち上がろうという思いでちょっと切り替えさせてもらいました。二着権利のシビアさが出たかなと。そうですね、もうそこは難しい判断だったんですけど、まあ、本当に僕も一着取るには仕掛けしかなかったなと思うので、まあ深谷さんには申し訳ない気持ちもありますけど、まずはマクレとファンズリーなので良かったです。大阪踏んでいきってご自身の足としてはどうですか。まあ、他の、ね、自力選手がみんな足使ってる中で、まあ、僕は番手戦でしたし、足を使わずに、まあ、ここからレースを見れてたので、まあ、その分最後まで伸びたかなと思います。予想して今の調子いかがでしょう。まあ、自力も出せてますし、まあ、番手回っても自分の中では少しリラックスして余裕持って回れているので、状態は不安ないです。決勝戦に向けて何か対応したいことや修正点あったら教えてください。いや、もう他のねラインも多分強力になると思うんですけど、もうかなりのハイスピードのレースですし、まあ、そこに立ち遅れないようにしっかり判断力っていうのを見極めてレース運びしたいなと思います。準決勝を終えて神奈川3社になったのは結構大きいですね。そうですね、まあ、こういう舞台で神奈川でまずは3人並べるということは本当に一歩前進したと思いますし、まあ、そんな中で決勝もしっかり戦わなければいけないので、もう一歩前に進むためにしっかり決勝戦に向かいたいと思います。今年もすでに1本取っていますが、もちろんここは狙って。はい、まずは神奈川で連携して、まあ、まだメンバーが、ね、しっかり決まってから話し合って、まあ、そんな中で自分の役割を全うしたいと思います。では改めて決勝戦の意気込みを聞かせてください。はい、まずは決勝まで来れたので、あと一層力出し切って終われるように頑張りたいと思います。
ありがとうございました。そうですね、スタートは前からっていうのを考えてたんですけど、まあ、正直あの展開になるとは思わなかった。じゃあもう森原さんに取ってもらうか。はい、そうですね、前から後ろからで、まあ、チャンスあるのは前からの方が自分の脚力を生かせるんじゃないかっていうので、作戦通りにスタートは取れました。神奈川を前に入れてっていう形になりましたが、はい、そうです、あの後やっぱ切って切ってって展開になると思ったんですけど、まあ、すごい松井さんが吹かしていったんで、あの辺は自分としては予想外の展開になります。前のかかりいかがですか。はもう本当ジャンからすごい松井さんがいてたんで、ずっとかかってる感じできつかったです。なるほど。最終の2コーナーぐらいでちょっと後ろをちらっと見てたような、はい、見えたんですけど、これは何を確認していたんでしょうか。あそこはホームで真杉が車間切ったの分かったんで、真杉より先に仕掛けないとと思って一瞬見たときに前で北井さんが踏んだんで、まあ、そこをすかさずついてたって感じです。なるほど。それで最後のゴール勝負はどうでしたか、感触的に。そうですね、どんどん伸びていってやっぱ結果的に力負けしたなって感じです。なるほど、あともう一歩というところで。はい、ありました。4勝戦、今の調子いかがでしょうか。わ、まあ、正直前回よりはいいなっていう感じはないんですけど、まあ、日に日に良くなってる感じはあります。まあ、でも地元記念を制して好調なままで来てるかなっていうふうに見ていたんですが、はい、そうですね、流れはすごいあると思います。決勝に向けての修正点や対応したいことあったら教えてください。まあ、やっぱ結構レースが詰まってて疲れが残ってるんで、しっかりケアしたいなって思ってます。まだちょっとね、準決勝残っていますが、決勝どうなのか今回ですか。はい、はやっぱここまで関東別戦だったんで、まあ、できれば関東一つになって決勝は戦いたいなって思います。G1 決勝が続いて、こうタイトルが目前に迫っていると思いますが、そのあたりいかがでしょう。はまずはまあしっかり力出し切って結果がついてくればいいなって考えてます。はい、では最後に決勝戦の意気込み聞かせてください。はい、しっかりと自分の力出し切って優勝を目指して頑張ります。じゃあまず決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝ぜひ返していただきたいのですが、レースの展開としては予想していた感じではなかったですか。まあ、予想はみんなしてなかったような展開ですし、順次君苦渋の判断だったり、2着上がりのシビアさが出たから、うん、まあやっぱ各ラインの思惑が重なったと思います。郡司選手の判断はどのように受け止めているんですか。いや、もう彼の判断なんで、そこは尊重してます、はい。まあ、でも結果的に今回南関3社が上がりました。このあたりいかがでしょうか。まあ、そうですね、神奈川3社が、まあ、どうなるか分からないですけど、しっかり見ていただきたいと思います。まあ、珍しく全部人の後ろなので調子はつかみづらいんですけども、まあ、なんとかしております。スチュワードバンクの感触はいかがでしょうか。まあ走りやすいと思います。じゃあそのペースで明日は出そうですね。まあ、はい、迷惑かけないと思います。はい、決勝に向けての何か修正点や対応したいことあったら教えてください。いや、もう特になく疲れをしっかり取ろうと思います。はい、はい、並びの方はもうどうですか、話し合いするのは。いや、まだ分かんないので、これから決めると思います。はい、分かりました。では改めて決勝戦の意気込み聞かせてください。はい、なんかみんなで頑張りたいと思います。お願いします。では、お伺いしていきます。よろしくお願いします。お願いします。まずレースお疲れ様でした。ありがとうございました。展開の方を振り返っていかがですか。で、まあ、初手の位置で後方だったので、まあ、突っ張られることなくしっかり切り入ってくれて、まあ、そのままこう本当にかまされることなく踏んでいってくれました。はい、前を任せた松井さんのおかげっていう感じで。いや、本当にそうですね、まあ、どんな展開になっても僕は前を任せて、まあ、自分自身も松井さんも悔いない走りができればというふうに思ってました。ちょっとこういう大きい大会で前を任せるっていうのはなかなかない選択だと思うんですけど、そのあたりいかがでしょうか。うん、やっぱそれぐらいこう任せてもいいと思えるぐらい松井さんが僕の中で信頼できる仲なので、前を任せました。今の調子っていうのはいかがですか。もう今日はちょっと自分で風切った距離というのは短かったですけど、まあ、日に日に足の状態が良くなったと思います。じゃあ明日決勝戦になりますが、どうしたかというのはどう感じになるのか。まあ、まだ
難関でどれぐらい乗るのかとか、まあ、メンバーわかんないですけど、自分は自分でしっかり自分ができる精一杯の気持ちと走りで、期待に応えれればなと思います。決勝に向けてこう何か対応したいこととか修正点あったら教えてください。まあ、自転車はもうずっとそのままで変えないので、もう本当により今日より強い気持ちを持って明日に向けて準備したいなと思います。今年に入った時になるとタイトルが目の前に迫ってきている時間あると思うんですが、いかがでしょうか。つかめるところにはあるのかなというふうには思います。ちょっとこのチャンスを同じしてるかも。そうですね、全てが揃わないとなかなか掴み取ることができないと思うので、目標からしっかりそういう気持ちを持って準備したいなと思います。では最後に、意気込みをお聞かせください。はい、決勝でもしっかり自分の力を精一杯込めて走ります。応援よろしくお願いいたします。